はい、皆さんこんにちは。私のクワイアメンバーがピアノを弾こうとすれば、右手と左手をバラバラ動かすのが非常に難しいと言われて、今日その練習方法のビデオを作ります。まずはピアノを弾く前にこういう練習してください。右手をトントントンで、左手をこれスワイプしてください。動きをバラバラにしてください。これストロークでパンチで、逆にして左手トントントン、右手をポンポンスワイプしてください。右手をスワイプして左手をパンチして、で右手をパンチしてで、またこうしてください。それ慣れるまでに少しずつもそれやってください。パン、トン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 。それはこれからの練習のウォームアップになります。今度は実際にピアノの鍵盤を触って、どの音を両手を1、2、3、4、5、4、必要ならメトロノームを使ってください。ゆっくりと、両手で同じ動きしてください。で今度は逆の動き、これド、あ、ソからこれド、必要ならメトロノームを、で慣れると少しずつ早くしてください。で今度は右手が2つで左手が1つ、今度は左手が2つで右手が1つ、それ慣れるまでやってください。で今度は右手が3つで左手が1つ、同じところに、一番最後は同じところになります。で反対にスイッチして、にしてください。で今度は4つと1つと、ゆっくりでいいから、必要ならまたメトロノームを使ってください。それらを練習して、少しずつ右手左手がバラバラ動けるようにしてください。